今週末も土曜日11頭、日曜日10頭とたくさんゴールドシップ3区が出走しますよ。いつもご視聴いただきありがとうございます。初めましての方はぜひいいねにチャンネル登録よろしくお願いします。それでは出走情報スタート。今週土曜日は11頭出走です。まずは東京2レース、2歳未勝利に10番ピンキープロミス、東京5レース、2歳新馬に8番ヒラトミッチ、競馬場変わりまして阪神4レース、2歳未勝利に7番レジェンドシップ、阪神10レース、尼崎ステークスに7番マイネルコロンブス、阪神12レース3歳以上1勝クラスに5番ゴールドローズが出走です。競馬場変わりまして福島3レース、2歳未勝利に1番エリダヌス、4番エンライトメント、5番コスモエランドールの3頭が出走です。福島7レース、3歳以上1勝クラスに9番ホワイトターフ、福島12レース3歳以上1勝クラスに5番名将稲瀬と14番マイネルシーマーの2頭が出走です。今週日曜日は10頭出走です。まずは東京2レース、2歳未勝利にコスモチプリア、東京3レース、2歳未勝利にドゥアー、東京10レース、南部特別にシーグラスが出走します。競馬場変わりまして阪神3レース、2歳未勝利にマイネルメモリー、競馬場変わりまして福島4レース、3歳以上障害未勝利にマイネルグロース、福島7レース、3歳以上1勝クラスにマリネロ、福島9レース、バンダイさん特別にキュンストラーとマイネルメサイヤ、福島10レース、五色沼特別にスイートブルームとウィンビクシスが出走します。それでは出走馬の情報を1頭ずつ確認していきましょう。11月19日土曜日です。東京2レース、2歳未勝利に出走するのは10番ピンキープロミスです。ボバ2歳の足毛くんになります。戦績は2戦0勝、1着2着が0回、3着が1回、それ以外が1回です。前走11月5日の現在9番人気になっています。ピンキープロミスくんの名前の意味は指切り玄満です。東京5レース、2歳新馬に出走するのは8番ヒラトミッチーです。牝馬2歳の足毛ちゃんになります。馬主さんは元木邦久さんで、現在12番人気になっています。ヒラトミッチーちゃんの名前の意味は人の名前のヒラトに冠名のミッチーを合わせたものです。阪神4レース、2歳未勝利に出走するのは7番レジェンドシップです。ボバ2歳の足毛くんになります。戦績は1戦0勝、新馬戦では2着でした。前走10月30日の現在2番人気になっています。レジェンドシップくんの名前の意味は伝説のレジェンドにゴールドシップのシップを合わせたもので、新たな伝説を作ってほしいとの思いが込められているそうです。阪神10レース、尼崎ステークスに出走するのは7番マイネルコロンブスです。ボバ5歳のかけくんになります。戦績は22戦3勝、1着が3回、2着3着がそれぞれ2回、それ以外が15回です。前走10月30日の現在6番人気になっています。マイネルコロンブスくんの名前の意味は、冠名のマイネルに人の名前のコロンブスを合わせたものです。阪神12レース3歳以上1勝クラスに出走するのは5番ゴールドローズです。牝馬3歳の足毛ちゃんになります。
戦績は5戦1勝、1着2着がそれぞれ1回、3着が0回、それ以外が3回です。前走10月15日の現在3番人気になっています。ゴールドローズちゃんの名前の意味は、父ゴールドシップからゴールドを、母カクテルローズからローズを取っているそうです。福島3レース、2歳未勝利に出走する1頭目は1番エリダヌスです。牝馬2歳のクリゲちゃんになります。戦績は2戦0勝、1着が0回、2着が2回、それ以外が0回です。前走11月6日の現在1番人気になっています。エリダヌスちゃんの名前の意味はエリダヌス座から取られているそうです。同じく福島3レース、2歳未勝利に出走する2頭目は4番エンライトメントです。ボバ2歳のかけくんになります。戦績は4戦0勝、1着が0回、2着が1回、3着が2回、それ以外が1回です。前走9月25日の現在2番人気になっています。エンライトメントくんの名前の意味は導きです。同じく福島3レース、2歳未勝利に出走する3頭目は5番コスモエランドールです。ボバ2歳の影くんになります。戦績は1戦0勝、新馬戦では10着でした。前走10月23日の現在13番人気になっています。コスモエランドールくんの名前の意味は、冠名のコスモにフランス語で黄金の飛翔を意味するエランドールを合わせたものです。福島7レース、3歳以上1勝クラスに出走するのは9番ホワイトターフです。牝馬3歳の足毛ちゃんになります。戦績は11戦1勝、1着が1回、2着が0回、3着が1回、それ以外が9回です。前走8月28日の現在3番人気になっています。私の大好きなホワイトターフちゃんが出走します。名前の意味はサンモリッツ湖で行われる氷上競馬です。福島12レース、3歳以上1勝クラスに出走するのは5番名勝稲瀬です。センバー5歳の足毛くんになります。戦績は24戦3勝、1着が3回、2着が1回、3着が4回、それ以外が16回です。前走11月5日の現在11番人気になっています。名勝稲瀬くんの名前の意味は、冠名の名勝に稲瀬を合わせたもので、粋で稲瀬でいい男という意味があるそうです。同じく福島12レース、3歳以上1勝クラスに出走する2頭目は14番マイネルシーマーです。ボバ3歳の黒影くんになります。戦績は10戦1勝、1着2着がそれぞれ1回、3着が2回、それ以外が6回です。前走8月20日の現在12番人気になっています。マイネルシーマーくんの名前の意味は、冠名のマイネルにドイツ語で輝きを意味するシーマーを合わせたものです。11月20日日曜日です。東京2レース、2歳未勝利に出走するのはコスモチプリアです。牝馬2歳の足毛ちゃんになります。戦績は3戦0勝、1着2着が0回、3着が1回、それ以外が2回です。前走10月16日の現在4番人気になっています。コスモチプリアちゃんの名前の意味は、冠名のコスモにイタリア語でおしろいを意味するチプリアを合わせたものです。東京3レース、2歳未勝利に出走するのはドゥアーです。牝馬2歳の足毛ちゃんになります。戦績は5戦0勝、1着から3着が0回、それ以外が5回です。前走11月6日の現在5番人気になっています。ドゥアーちゃんの名前の意味はシンハラ語で娘です。東京10レース、南部特別に出走するのはシーグラスです。牝馬3歳のかけちゃんになります。
戦績は11戦2勝、1着が2回、2着3着がそれぞれ1回、それ以外が7回です。前走10月30日の現在3番人気になっています。シーグラスちゃんの名前の意味は海の宝石と呼ばれる海岸で見つかるガラス片です。阪神3レース2歳未勝利に出走するのはマイネルメモリーです。ボバ2歳の黒影くんになります。戦績は5戦0勝、1着が0回、2着が4回、3着が1回、それ以外が0回です。前走10月23日の現在1番人気になっています。マイネルメモリーくんの名前の意味はカムリ名のマイネルに記憶を意味するメモリーを合わせたものです。福島4レース3歳以上障害未勝利に出走するのはマイネルグロースです。ボバ4歳の足毛くんになります。戦績は11戦0勝、1着2着がそれぞれ0回、3着が1回、それ以外が10回です。前走10月23日の現在10番人気になっています。マイネルグロースくんの名前の意味は冠名のマイネルにドイツ語で偉大なを意味するグロースを合わせたものです。福島7レース3歳以上1勝クラスに出走するのはマリネロです。牝馬3歳の足毛ちゃんになります。戦績は5戦1勝、1着が1回、2着が2回、3着とそれ以外がそれぞれ1回ずつです。前走10月22日の現在2番人気になっています。マリネロちゃんの名前の意味はスペイン語で船乗りです。福島9レース磐梯山特別に出走する1頭目はキュンストラーです。牝馬4歳の足毛ちゃんになります。戦績は21戦1勝、1着が1回、2着が0回、3着が2回、それ以外が18回です。前走11月5日の現在8番人気になっています。キュンストラーちゃんの名前の意味はドイツ語で芸術家です。同じく福島9レース磐梯山特別に出走する2頭目はマイネルメサイアです。ボバ3歳の足毛くんになります。戦績は11戦1勝、1着が1回、2着が3回、3着が1回、それ以外が6回です。前走11月5日の現在4番人気になっています。マイネルメサイアくんの名前の意味は冠名のマイネルに救世主を意味するメサイアを合わせたものです。福島10レース五色沼特別に出走する1頭目はスイートブルームです。牝馬4歳の影ちゃんになります。戦績は19戦2勝、1着2着がそれぞれ2回、3着が3回、それ以外が12回です。前走10月17日の現在15番人気になっています。スイートブルームちゃんの名前の意味は華麗に咲き誇るです。同じく福島10レース五色沼特別に出走する2頭目はウィンビクシスです。牝馬3歳の足毛ちゃんになります。戦績は6戦2勝、1着が2回、2着3着がそれぞれ1回、それ以外が2回です。前走10月23日の現在1番人気になっています。ウィンピクシスちゃんの名前の意味は冠名のウィンに羅針盤座を意味するピクシスを合わせたものです。最後にお知らせがあります。ゴールドシップ産駒の出走情報地方競馬バージョンについては毎朝ツイッターで投稿しています。ぜひフォローしてください。馬番が確定していないのは確定次第コメント欄に投稿します。結果は日曜日にまとめて投稿するのでぜひご確認ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。